はい、じゃあセッティングして、セッティングしてから、走行したいと思いますので、後半ですね、この動画は。後半、前半見てない人はちょっと見てください。で、ヘルパーと、どうしようかな。フロントのヘルパー伸ばすか迷うな。振りが 3.5 なんで4ぐらいにしようか。4ぐらいにして、で車高振り回した分ぐらい車高を回した方がいいんだっけ。ちょっと僕もそこら辺詳しくないんですけど、振りを伸ばしていきたいんで、消えてないね。消えたこと。一周。噛んでんな。二周。それで測ってみようか。振りが、おお、ちょうど40ミリ、4センチぐらいですね。はい、これで決めましょうか。じゃあ、で振りがの和らげると車高がちょっと下がるので、こっちですね、車高が伸びるのは。緩まっちゃった。ちょっとやめてよ、あなた緩まっちゃったよ。下も合わせた方がいいね。今一周だね。一周しました。あれ、逆だ。ちょっともう何やってる、あなた先から。セロトですか、あなた。そうです、セロトです。はい、なんでこれでちょっと締めます。はい、で今ね、ヘルパー、プリが4センチで合わせました。
で向こうは2回転車高上げたんですけど、こっちは3回転ちょっとこっちの方が車高低いんで、これでちょっと車高を比べてみたいと思います。今ね車高測ったら向こうが130ぴったりで、まあ、1ミリ上がったね。でこっちが124で3ミリ上がったんですけど、135ぐらいにしたいんで、僕が乗って沈む分を考えると、まあ、そんなしなくていいか、132とかでもいいけど、ちょっとだいぶ上げないとダメですねこっちは。はい、結局ね右のフロント多分 10ミリ以上は上げたと思うんですけど、あの下で測るのが同じ100、今測っても126ぐらいだったかな、までしか結構上げたんだけど上がんなくて、多分ね後ろの車高も右後ろが低いんで、それも影響してるっぽくて、このアーチの、まあアーチだとねボディじゃないからちょっと誤差があるんですけど、一応同じ65センチぐらいでフロント合ってるんで、もうちょっとこれで良しにします。あとちょっとリアをいじっていきます。こんな感じでバンプタッチしちゃってます。でも向こうはしてないんだよね。でこっちはしてなくて、もしかしたらあれ上に上がりっぱなしだったのかな。でも左回りのコースで右後ろにやっぱ負荷かかるんで、まあ右の方が沈んでんのはちょっと理屈がつくんで、ちょっともう一回ラバー戻して次の走行を見てみます。でリア結構ヘルパー確か 30mm ぐらいなんで 40mm ぐらいまで伸ばしたいのと、あとちょっと車高を上げたいと思ってます。ちょっとね車高上げようかと思ったんだけど、もうこの見ての通りもうこれじゃ上がらないんですよ車高が。なんでバネレートアップするかプリかけるかしかなくて、フロント下げるかですね。ただリアのプリはちょっと伸ばしたいんで、リアの車高下がる方向には行くんで、ちょっとフロント下げるしかないかなっていう感じです。はいはい、ほんでねちょっとリアがね車高を上げれないということで、プリだけ伸ばしました。コンマ5mm、 35ミリだったんで40ミリにしました。両方で減衰は変えずにいきます。でフェンダーで測った値も結局65、一車で測ると125で、こっちも64であっちの120で、ちょっと右側にちょっと下がる感じで、フロントもちょっとね左下げにしました僕が乗る分。ただでもねあの下のフレームっていうかあそこで測るとシルのとこで上がると124で、プリも4センチ40ミリに伸ばしてます。フロントも右も伸ばしてます。で右の車高はシルダーと120だけど、フェンダーだと 64.5、 フェンダーだとちょっと誤差が多分あるっぽいんだけど、はい、という感じでちょっとね一応車高は水平みたいなもんですね。はい、車高は水平になってます。もともともちょっと水平だったんだけど、左の車高はなんか、あ、左が高かったから下げたんだ。左は落としたんだ、リア。フロントもちょっと落としたんだ、左のが高いから。左のがやっぱ物がないんで、で、右のが運転手乗るんで。はい、こんな感じのセッティングなんで、ちょっと車高も下げてる方向なんで、トーインに行くはずなんで、ちょっとマイルドになるはずです。はい、ちょっとこれで行って、てみたいと思います。ただ次14時だったんで、時間がまだまだ時間あるんで、ちょっとご飯でも食べに行ってこようかなと思います。
はい、セッティング変更後の走行終わったんですけど、タイムはね32秒入るのがギリギリぐらいで結構落ちたんですけど、ね前半セクションの、リアルタイム表示はマイナス表示出てるんですけど、あの S 字入ってからの後半セクションがやっぱり苦手みたいで、まあそこの S 字は正直突っ込みすぎてアンダーで曲がってないだけなんで、まあ我慢が必要です。であともしかしたらちょっとセッティングが曲がらない方向にちょっとなってるかも。あんまり変わらないんですけど、なんかより緊張感はなくなったかなっていう、まあ、それか俺が慣れただけかもしれないんですけど、まあそんな感じです。なんでまあちょっとアライメントもプライベートガレージでやってるんで、まあ左右差きっとずれたりもしてるだろうし、まあもう一度ちょっと見直してきっちりとしたテスターのところでもう一回測って、でまあ抑える方向じゃなくて現状維持か、まあ左右どっちかアウトが激しい方に揃えようかなという感じで思ってます。で3、4コーナーのところか、結構早めにアクセル踏むとケツが出そうになるなったりならなかったりっていう場面があるんですけど、あそこは結構今回ケツを思いっきり流しちゃった時もあるんで、その映像もあると思うんですけど、そんな感じだね。でね今ねちょっとまあタイム伸びなかったということでお片付けしてるんですけど、やっぱりねバンプラバー上に上がってただけじゃなくて一回下ろしたんですけど、それでもやっぱ上底付きしてるんで、まあ、完全にバネレート不足ですね。20キロなんですけど、それでもまあちょっと足りない、まあ、バネレート不足かもしくはちょっと縮みが足りない、縮みストロークが足りないという感じですかね。まあダブル RX 系のね刺す後ろはまあ短いで有名なんで、まあこのできる中でやっていこうかなとは思うんですけど、どうしたもんかね。ちょっとヘルパーね、ちょっと硬いの入れようかなっていうのも考えてます。今シーズンはちょっとまあ考えてないです。とりあえずこのままあるものでちょっと行ってみたいなっていうのもあるんで、まあそんな感じなんですけど、あとね内輪側の ABS がちょっと頭悪い感じありますね。さっき走ったらまあ富士うねうねしてるんで、まあ結構伸びがないとね足にそういうの出てくるとは思うんですけど、それでちょっとブレーキ効かないような感じもあります。でねブレーキ効かない現象はねなぜかやみました。なんだろうねあれ、何なんだろうね本当にわかんないんだよね。はい、そんな感じといったところです。あとはねこう右のリアハブベアリングがちょっと怪しい疑惑も出てて、ちょっとね様子見ですねそこは。はい、でまあタイム32秒49って多分 VAB レコードなのかな、それより速い人いんのかな。結構ツイッターでさっきつぶやいたらめっちゃ速いっすよっていうのを言ってたんで、まあそんなところっすね。どうしよう、とりあえずアライメントもう一回見直してって感じかな。あとやっぱトーアウトにしてもアンダーはアンダーだね、車的にも。乗り方次第っすねそこはやっぱり。はい、っていう感じで、あとタイヤですけど、これがねリア、最初前に履いて次後ろに履いたんですけど、
まあ、思ったよりピックアップはついてない。まあ、路面コンディションだいぶ良かったんで、まあ、それはかなりでかいと思いますけど、でやっぱね、052の時もそうだったんだけど、ここのこう、横に、横からの入力、横にこう、だいぶ使っちゃってんだろうね。で、まあ、ここ減ってるってことは、ちょっと空気圧、高いのかな、ここが出てんのかな、空気圧高いのか。一応ね、リアはね、1.9 あたり、フロントは2キロだったんですけど、ショルダー見てもそんなに潰れてない感じはあるんで、もうちょっと落としてもいいかなっていうのはありますね。はい。まあなんせ高いんでね、ちょっとあんまりアタックしないようにはしてるんですけど、はい。そんな感じで、まあ、セッティングね、結局あんまり変化はなかったかな。まあ、気温が午後になって高くなったとかそういうのもあるんです。あのタイムの落ちる要因としては。あと僕が慣れて突っ込みすぎてちょっとアンダーを出してるっていうのもあるんで、ちょっと一概にセッティングだけが全てではないんですけど、タイム落ちの。まあ、とりあえずね、11月からの本番に向けていい練習にはなったんで、うん、そんな感じです。はい。